はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ガイデさんちへようこそ。はい、皆さん、有名 YouTuber さんで、オフ会があったりだとか、車とかね、あと車中泊系の、有名な、もう100万人じゃないけどさ、1万人とかそんぐらいのね、方もいらっしゃるだろうけど、そういう方たちのオフ会だったりとか、音楽関係のものをやっている、グループがあったとしたら、そこのコンサートみたいなのね、やつで行ったことはありますか？私はね、本当にないですね、YouTuber のオフ会って。行ってみたいなぁとはちょっと思ったりとかするけど、その神奈川県での会場がなかったりだとか、その時に行く気持ちじゃなかったりとかっていうのがあるんで、なかなか行ってないですね。あったとしても関東でやったとしても、やっぱり東京で23区のどこそこでっていう感じなんで、どうかなとか思っちゃいますよね。で、やっぱ音楽関連のやっている YouTuber さんなんかは、本当にジャニーズとか、ね、バンド系の、グレイとか、ビーズさんとかのような感じだったりするじゃないですか。ヒカキンさんなんかも、本当にお兄ちゃんとね、お兄ちゃんとやれば、もうそれくらいのこの、キャパ数っていうかさ、そういうお客さんの入りがあったりとかしてて、ね、なんていうのかな、UUUM のフェスみたいなのも、ね、一番大きい会場でやって、もちろんね、いろんな方たちがいるから、その視聴者さんっていうか、リスナーの方がいっぱい来るっていうのは分かってるだろうけど、分かるんだろうけど、分かるんだけど、やっぱね、一人で何人もね、登録してる方がいらっしゃるから、かぶってる人もいるんだろうけど。でもまあね、そういうフェスなんかも、今はね、こういうご時世なんでいけませんし、やれないんだけど、やれる状況にはなっているけどね、もちろん。だけど、大体的にそういう大きな箱でやるっていうのはね、ほとんどなくなってきてますよね。そうだね、本当にチューブなんか見てないもんね、夏、今年の夏と。去年の夏もギリギリ見えなかったような気もするし。ねえ、皆さん、オフ会に行きましたか？ねえ、ちょっとね、行ってみたいなっていうのも、あるけどね。結局一人で行けないっていうのもあるし。で、友達なんかも、ちょっと一緒に行くかって言っても、その YouTube 自体が見ていない。見てはいるけど、登録してまで、ね、その人を見るかっていうと、見てない人の方が多いと思うし、特定のね、そういう人もいないだろうし、って思いましたけど。皆さんどう思いでしょうか？もしね、よろしければご意見いただけたらと思います。はい。以上です。それでは皆さん、さよなら。